はい、皆さん、こんばんは。というわけで、最近バテ気味のサモイドラグドールがお送りいたします。第42回目、ボイスダイアリー。というわけでね、ついにね、100回、じゃないな、100回もうとうに超えてるわ。100人突破記念をやろうと思うんですけど、ご意見がございまして、7時間同じ的に、とりあえずゾウさんなんですけど、戦ってたからっていうんで、ぜひともそれをもう一回やってほしいみたいなのあったんですけど、何体倒せるかっていうカウント厳しいんですよね、あれ。個体が5体ほどいったかな？それで全部倒すのに、合計で8時間超がかかったのかな？なんでデータが残ってるかなっていうと、何個か手前のやつもやればいいけれど、アプリケーションデータが結構重いんですよね。アサシンクリードオリジンがね。というわけで、ゾウさんとは何かっていうと、アサシンクリードオリジンの、ボス敵ですね。先祖だったな。まあ、昔はやっぱりああいった大きい動物使って、戦ってたんだなっていう。まあそういったので、アサシンクリードオリジンズのゾウさんと4時間戦ったのが、なんか知らないけど、なんかあれが人気が強くて、ぜひともやってほしいっていうのがあったんで、何体倒すかは厳しいんですけど、もう一回戦うはできるかもしれない。アプリケーションの余裕があったらもう一回入れ直さなきゃいけない。データを確か消してないんで、消してたらできないんですよね。で、あとは、アサシンクリードクロニクルのインドの方にもゾウさんいたんで、あれを倒すじゃなくて、ただ逃げるだけなんですけど、それも含めたら、まあゾウさんいるよなって。あと、あれ、ゾウさんって言うかな、スカーレットネクサスの終盤近くに出たボスがね、まあ、合体、ボスなんですけど、それが、一応、ゾウさんの顔はしてるんだけどな。でもあれ、ゾウさんで見たらな、なんかいろんなものがゾウさんになってるんだよね。そんなこと言ったら、懐かしの 6MAX の馬肉ナウマンダーもゾウさんですからね、あれ。いやー、そういったのを見ると、エレファントチャレンジって、ああ、料理。X は手放しちゃったからね。でもとりあえず、まあそういったのを含めてできるんであれば。だけどまあ、振り返った方がいいなとは思うんですけど、まあ振り返りとかっていうのもあまりな、受けが良いか悪いかと言われると、あまり僕の方じゃ受けは良しない。やっぱり対戦格闘ゲームで参加枠っていうのがありきで盛り上がってるようなとこもありますんでね。まあとりあえずは、明日になって考える。記念は何回でもできる。100人突破記念、205人突破記念だとかそういったのもね、できたらいいなと思っております。というよりは今日と昨日とバテちゃってね。いや、ほんと。何が起きたんだろうって思ったらね、なんか最近ね、いや、去年あたりからちょっと、精神的に参っちゃって、もう、どうでもいいや、もう仕事なんかしたくないとか、もうそういったのをぼやいてる時が多いんですよ。独り言でぐずっちゃったりね。自分じゃどうも止められない。なんか、チック症候群っていうか、なんかね、独り言でね、もう帰りたい。もうどうにか、もう早く仕事終わってくれ、なんてことを何度もね、ぼやいてんだよね。それがついにね、ねじりねじれて、もうとんでもないとこまで行っちゃってる気もするんだよね、もうね。あ、もう何か投げ出してどっか遠くに行きたいとかね。もう最近夢見て電車に乗ってる乗り物を乗ったりって、まあなんかね、いうのが多いんですよな。まあ昨日久方ぶりに見たんですけどね。まあ何が言いたいかっていうと、昨日から疲れて参ってるっていうね、もうなんか長休取った方がいいのかなと 思うぐらい。いやー、ほんと、やりたいことが多いとね、詰まる。いやー、RPG 作るもな、なんか物作りたいなとは思うんですけどね、まあ、何にせよ。
コツコツともう一回復習かな。もう最近あれができてこれができないみたいなのが分かんなくなって、結局なんか白紙状態なんですよね。こんなことやってたり、こうやってたっけっていうのが分かんなくなっちゃってるんで、もうとりあえず参考動画を見ながら、RPG スクール作っていきたいとは思っています。ニコニコ動画とかにあげれるといいんだけど、3作出して半分以上持っていってるんですよね。だから短編何本か上げていくぐらいがちょうどいいのかななんて思ったりしてます。というわけでまとめです。というわけでね、100人記念は一応振り返りをする予定です。で、2番目に精神的に参ってバテてるよっていうのと、3個目に RPG スクールでいい加減なんか RPG 作りたいなってお話でした。というわけでね、6分以上のお付き合い誠にありがとうございました。次回もこの枠でお会いいたしましょう。See you next time. Bye bye.